閉ざされたホテルは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第6シリーズ第11話。トビー・ホワイトハウスが、脚本、ニック・ハランが監督を担当し、2011年9月17日に BBC1 で、初放送された。本作で、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼の、 コンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズは1980年代のホテルに似た場所に到着する。廊下の構造が常に変化する中、3人は同じく何も知らずにホテルに現れた他の地球人や異星人と出会う。ドクターはホテルのそれぞれの部屋がホテル内の誰かが最も恐れるものを収容していると気づき、ミノタウロスのような生物が彼らの恐怖心を食料に、 していると推測する。閉ざされたホテルのコンセプトは、ホワイトハウスが第5シリーズ用に生み出したものだが、第5シリーズの他のエピソードと似ていたため、第6シリーズに延期され、代わりにホワイトハウスは、ベネチアの吸血鬼を執筆した。本作の終盤では、エイミーとローリーがドクターと別れる様子が描かれるが、本作で永久に退場したわけではない。 閉ざされたホテルは2011年の前半にホテル用に組み立てられたセットで主に撮影された。イギリスでは677万人の視聴者を獲得し、批評家からのレビューは一般に肯定的であった。本作での演技、特にスミスの演技が称賛されたが、すべての批評家がプロットに感銘を受けたわけではなかった。壁に飾られた野獣の犠牲者の写真には過去の ドクター風に登場した複数の種族が登場しており、具体的には、ソンターラン、ジュドゥーン、プレニチュードのシスター、トライトボールがいる。ドクターは、野獣の正体が、ザ・ホーオンズ・ゾーブ二門に敵として登場した、ネーモン族の遠い親戚であると同定する。ギビスの部屋にいる、嘆きの天使はこれまでに、瞬きするなや、天使の時間、肉体と、石で登場した。 幼少期のアメリアポンドがボロを着たドクターを待っている姿も描写されており、これは11番目の時間に基づくものである。ドクターは彼に対するウエーミーの信頼を壊さなくてはならなくなるが、これはザカーズ・オブ・フェンリックで7代目ドクターがコンパニオンのエースに対して行ったことにこうしている。ドクターがドアを開けた11番目の部屋の中身は視聴者に明かされなかったものの、 緊急時にナルターディスのベルの音を聞くことができる。部屋でドクターが目にしたものは2013年クリスマススペシャルドクターの時で明かされる。ギビスの種族であるチボリ族は常に他の種族に服従して生き延びた臆病で卑怯な種族として設定されている。第9シリーズの洪水の前では別のチボリ族のプレンティスが登場する。トビーホワイトハウスは 本作をもともと第五シリーズ用に計画していた。番組制作葬式のスティーブン・モファットは、部屋の切り替わるホテルというアイディアをもともと第五シリーズ用にトビー・ホワイトハウスに提供していた。しかし制作が続くにつれ、モファットはシリーズでキャラクターたちが廊下を走るシーンが多すぎると考え、ホワイトハウスは代わりにベネチアの吸血鬼を執筆して閉ざされたホテルを 第6シリーズに先送りした。ミノタウロスをモンスターとして登場させるアイディアは、ホワイトハウスの愛するギリシャ神話に由来する。彼は、本作の雰囲気が暗く書きやすかったため、以前、ドクター風で執筆した、同窓会や、ベネチアの吸血鬼よりも、本作を気に入った。ホワイトハウスが最初に書いたセリフはドクターが、ミノタウロスの言葉を翻訳する場面であった。 古代の生物は罪のない地に染まり、無限に変化する迷路を漂いながら、宇宙空間を漂っている。そのような生物にとって死は贈り物であるというミノタウロスの言葉は、ドクターはミノタウロス自身のことを指していると解釈したが、実際にはドクターのことを指している。これは第6シリーズのストーリーアークでも、ある将来のドクターの死を暗示している。エイミーとローリーは、 本作でターディスから離脱するが、これは一時的なものであり、シーズンフィナーレのドクター最後の日で再登場し、2011年クリスマススペシャル、クリスマスイブの奇跡の終盤でも、わずかに登場する。閉ざされたホテルの読み合わせは2011年2月に行われ、撮影は主にスタジオに組み立てられたホテルのセットで行われた。ドクターとエイミーとローリーが、 ホテルで最初に遭遇した恐怖は、ジョーの部屋の福和術人形であり、これについてホワイトハウスは大胆なものを入れたかった。福和術人形には不気味なものがあるとコメントした。人形の操作には多くのスタッフが動員され、大半は床に横たわって操作しなくてはならなかった。ミノタウロスを演じたスペンサー・ウィルディングは、身長2メートルに達する高身長であり、2011年の前半に、 衣装合わせが行われ、その後塗装と体毛の装飾が行われた。デビッド・ウォリアムスはドクター風のファンであり、本作にゲスト出演するようメールで依頼を受けて同意した。彼は以前5代目ドクターのオーディオドラマファンタスマゴリアに出演し、一人に役を演じていた。マット・スミスは彼との共演について、とても楽しいとコメントし、彼が巨大なモグラに似た。 ソーシングをつけていたためシリアスな雰囲気に持っていくのが難しいと述べた。ソーシングは装着に2時間を要した。彼は特殊メイクが演技の妨げになるとは感じず、極めて表現的だと述べた。長い廊下や奇妙なアングルといった組み合わせを用いていることから、本作のホテルと設定は、スタンリー・キューブリックの映画、シャイニングになぞらえられている。また、批評家は、 本作がジョージ・オーウェルの小説1984年にインスパイアされていることも指摘しており、特に各人の最も深い恐怖を収容している部屋のコンセプトと101号室を対比した。ジョーはイギリスのわらべ歌、オレンジとレモンを引用して歌っている。閉ざされたホテルはイギリスでは2011年9月17日に BBC1 でアメリカ合衆国では BBC アメリカで初放送された。BBC1 での東野の視聴者数は520万人で ITV1 のオールスターファミリーフォーチュンズに敗れ、その夜ではファミリーフォーチュンズと X ファクターに次いで3番目に多く視聴された番組となった。BBC アイプレイヤーでは公開された翌日に1位になり、ツイッターでも人気を博し、エイミー・アンドロリーがトレンド入りした。 最終合計値は、タイムシフト視聴者157万人を加算して677万人に達し、合計539万人であった、ファミリーフォーチュンズの記録を破った。BBC アイプレイヤーでは9月の第4位にランクインした。アプリシエーションインデックスは86を記録した。日本では、ドクター風ニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から、 第6シリーズのレギュラー放送がアクスンミステリーにて始まり、閉ざされたホテルは9月8日午後10時から放送された。なお、同日午後11時5分からは、次話、小連れのコンパニオンが放送された。マット・スミスは閉ざされたホテルでのドクターとしての演技に賞賛を受けた。本作は批評家から一般に肯定的な評価を受けた。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、 ホワイトハウスの脚本をクレバーでオリジナルだギビス役のオリアムスを親しみやすいと形容しシリーズにもう一つ素晴らしい結出したエピソードが加わったと確信した。EO 級のチャーリー・ジェーン・アンダーズも肯定的で特に他者にドクターを信じさせる彼の自信過剰を通してドクターのキャラクターが深掘りされるという手法を機に入り、スミスの演技も称賛した。 ザ・ AV クラブのケース・フィップスは本作に B の評価を与え、ゲスト出演者を称賛し、ドクターのキャラクターの掘り下げ方を絶賛した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスも肯定的なレビューをしており、不気味さ、リタ役のアマラカランとハウイ役のディミトリー・レオニダスの演技、結末での悲壮を称賛した。しかし、AME がこれまでに娘リバーソングを見つけたがってたにもかかわらず、 ドクターとの別れを受け入れたことについて、彼女は衝撃を受けた。ガーディアン氏のダン・マーティンは、エイミーとローリーの退場を称賛、カレン・ギランとスミスの演技を強調し、どれほどドクターのダークサイドが多く描写されているかを指摘した。プロットについて彼は、面白く資料深いと主張したが、結末に道を譲るよう固定されたごまかしのようだとも感じた。後にマーティンは、 当時未放送だったドクター最後の日を除く第6シリーズのエピソードの中で本作を5番目に良いものとして位置づけた。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは監督においてニック・ハランが優れていると語り、エピソードは感動的なレベルで信じられないほどよくうまくいったと述べた。しかし彼はプロットの面では成功していないと感じ、起きたことに対する説明が薄いと指摘した。 デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作に星3つ、半をつけ、エピソードに対する超現実的な雰囲気により、プロットにほとんど意味がない事実がカモフラージュされていると主張した。しかし、彼は、キャストの演技が印象的であると称賛し、特に、スミスの演技を絶賛した。SFX のデイブ・ゴールダーも、閉ざされた、ホテルに星3つ、半を与え、極度にウィットに飛んでいた。 デビッド・ウォリアムスの卑劣なモグラ男、ギビスについては特に、と述べたものの、論理的な側面を疑問視した。また、エイミーとローリーが、ドクターのせいで以前よりもさらに危険度を増した状況に置かれていると考えた、彼は、彼ら、D の離脱が長くは続かないと感じた。イグンの、マットリズレイは本作を10点満点中7点と評価し、 雰囲気からしてもプロットからしても著しく不安定なエピソード混乱し、わずかに歪なごちゃ混ぜの物語になってしまっていると述べた。彼は波乱による演出とオリアムスおよび波乱の演技を称賛した一方、登場人物が終盤で中心的な扱いをされていないと感じた。彼は少なくとも前半に活力があったと認め、それを失った後半を批判し、 エイミーとローリーの離脱が描かれた最終シーンは空虚で駆け足だったと特に強調した。2017年にはポール・ディスコールによる批評がアブバースブックスのブラックアーカイブの一部として発表された。彼はテイセウスの神話と小説1984年及びシャイニングという3つの重要な影響の観点に基づき、 本作での恐怖と信仰の解釈と共に本作を分析した。彼は、ドクターが彼自身の神コンプレックスに気づいたことが、彼のキャラクターアーク及び、コンパニオンとの関係における決定的な転換点になると結論した。アン・エンシェント・クリーチャー、ドレンチド・イン・ザ・ブラッド・オブ・ザ・イノセント、ドリフティング・イン・スペース、スルー・アン・エンドレス・シフティング・メイズ、フォーサッチ、エ A ・クリーチャー、デス・ウッドビー・ B、 A イギフトありがとうございます。